こつみちゃん。はい、ということで、どうもすだちです。今回の動画なんですけど、今回の動画はね、今こちらに映ってるボールパイソン、パステルシナモンクラウンのこつみちゃん、この子がねだいぶ大きくなってきたので、そのとても可愛い姿を皆さんに見てもらいたいなと思います。ね、こつみちゃん、ちょっと出てきてもらおうかな。はい、ということでケージからね出てきてもらいました。ちょっとね怒っちゃってますけども、どうでしょうか。もうねだいぶ大きくなりました。この辺とかね結構太ましいです。いや綺麗だね。でね、お顔がねほんと可愛いんですよ、この子。そうそうそう、サムネ見ました。めちゃめちゃ可愛くないですか。ちょっとねこの撮影とはまあ別に撮ったやつなんですけども、いやめちゃめちゃ可愛くてね、もう最上級のカワチーをいただきました。いやこの柄とかねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうねなんか結構片手じゃきついかなってくらいの大きさになってくれました。ご飯もねかなりいっぱい食べてくれてます。ちょっとビビリさんなんだよね。このねお目目がね本当に綺麗なんですよ。かなりね黒い真っ黒に近いお目目です。かわいいね、こつみちゃん。いいね。ちょっとソファーに置いて撮影してみますか。はい、ソファーに置いてみました。どうでしょうかね。結構ねちょっとビビっちゃってガチガチになってますけども、いやめちゃくちゃ可愛いですよね。お迎えした時よりもかなり大きくなりました。最初はねめちゃめちゃちっちゃくてね心配だったんですけども、だいぶ大きくなってくれました。でね、まあ、大きくなるにつれてちょっとね体色も変わってきました。最初のちっちゃい頃はねこの頭くらいね全身が白かったんですけど、だいぶこのカスタード色っぽい黄色みがね強くなってきました。めちゃめちゃ綺麗でいいですよね。なんとも言えない色合いがとても素敵です。ね、こつみちゃん、ほらめちゃめちゃ可愛い顔してる。このね頭の白く抜けた感じがまた可愛いんですよね。目の周りにね点々点ってありますね、黒いつぶつぶが。それがまた可愛い。頭のてっぺんはね白いんだけど、口周りはちょっとカスタード色でとても可愛い。カメラ気になるね。え、めっちゃ可愛い。どうでしょうか。ボールパイソン、パステルシナモンクラウンの女の子、こつみちゃんです。いや可愛いね。お目目真っ黒、キュルキュル、めちゃめちゃかわちいね。どうですか、このお口のムって感じ。やばいですね。あ、ごめん。この模様もね、僕の家にいる子たちの中ではねかなり変わってて、とても綺麗です。なんだろうね、このなんだろう、鱗の一枚一枚が強調されているようなこのジャミジャミな感じとかいいですね。ちょっとムチムチなせいなのかもしれませんけども、いいですね。この辺とかね、このなんだろうな、ちょっとお花っぽいこの辺のね模様とかもとても素敵ですね。今のところこの子は順調に成長しております。
ちゃめちゃ綺麗だな。ね、こつみちゃん。もうちょっとね、慣れてくれると嬉しいんですけど。まあ、順調に成長してますけど、まだまだ小さいんでね。もう、まあ、前回の動画からかなりね、大きくはなったので、一度体重もね、測ってみたいですね。そうですね、次回の動画あたり、僕の飼育しているボールパイソンのおちびたちをメインに体重測定とかしてみようかな。ね、こつみちゃん。あ、いいね。綺麗な柄してるわ。はい、ということでね、そこ入ろうとしてる？隠れようとしてる？隠れようとしてるね。はい、ということでね、今回の動画はこの辺にしとこうかなと思います。またこの子たちの動画上げていきますので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こつみちゃん、そこ入れないね。目かわよ。キュルキュルだね。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。